山崎康二、山崎康二、山崎康二、1980年10月31日帯は、大阪府大阪市淀川区出身の元プロ野球選手、内野手。現役時代には、大阪近鉄バファローズを皮切りに、オリックスバファローズ、広島東洋カープ、埼玉西武ライオンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスでプレー。広島時代にセントラルリーグ公式戦。 オリックス時代にパシフィックリーグ公式戦で、守備中に隠し玉を成功させたことで、一躍有名になった、詳細工術。現役時代には、広島へ所属した時期を挟んで、オリックスに二度在籍した。以下では便宜上、広島への移籍前を第一期、同級団からの移籍後第二期と表記する。大阪市立三島中学校の軟式野球部で、 本格的に野球を始め、第3大付高校3年時には、夏の大阪大会で、連続失策をするなど、荒さも目だったが、秋に行われたのドラフト会議で、大阪近鉄バファローズか3位指名を受け入団。高校時代の同級生で俳優の杉浦太陽とは、現在も親友。1年目、2年目は、ウエスタンリーグでも、打率1割台だったが、 三年目以降改善されにはに、軍ながら3割を記録して一軍初出場も、果たしたが、当時の近鉄は、水口英治、高須洋介、安倍正宏など内野出走が厚く、近鉄での一軍出場は3試合にとどまり、5打数無安打に終わった。シーズン後の近鉄と、オリックスブルーウェーブの球団合併に伴う、選手分配ドラフトでは、オリックスバファローズに一旦所属した。しかし、 翌2005年1月に、広島東洋カープの菊池原武との2対1の交換トレードが決定。新生、オリックスの創設メンバーでありながら、実戦を経験しないまま、上村和弘と共に、広島移籍。小形義則の故障により、出場機会を得て、5月28日の対西部戦で、プロ初安打、7月29日の対横浜戦で、 プロ初本塁打を放ち、8月以降は2番打者として、レギュラーに定着。96試合に出場し、打率。255ながら、リーグ2位の31ギ打を記録した。開幕スタメンとなったが、自身の打撃不振に加えて、東で明らの復活や同い年の新人である、そよぎ栄進の活躍によって、2軍暮らしが続いた。 9月27日に故障したボンに代わって一軍に昇格したが結果を残せなかった。同年オフには監督のマーティブラウンにより構想外となりトレードを志願したとされるが成立しなかった。打撃面で結果を残せずなかなか一軍に昇格できなかったが昇格後は相手先発投手がサウスポーの際に東出やボンに代わりスタメン出場の機会を得た。 8月15日の退巨人戦では7回表に、安倍晋之助に隠し玉を成功させ、球団はこれを受けて8月24日から、野球の基本ボールから目を離さない、山崎浩二という文字がプリントされている隠し玉、T 社を販売した。同日の退巨人戦では、大打で、同点的時打を放ち、右膝前十字靭帯を断裂で2年間戦列を、離れていた、小型の代打さよなら本塁が、 および球団創設以来3500勝のお膳立てをした。7月にオリックスへの復帰が決まるまで一軍公式戦8試合に出場した。7月18日に田中明との交換トレードでオリックスバファローズへ4年ぶりに復帰。第1期では経験できなかった一軍公式戦への出場も果たしたが2試合で1得点を挙げただけで遺跡後初安打を記録できなかった。 後藤高村の故障による長期離脱、安倍正宏一期の不振により、二類手としてスタメン出場をするようになる。5月22日の大阪新戦で自身初の1試合、3打点を挙げ、試合後に4年ぶりにお立ち台に上がった。6月30日の対ソフトバンク戦で高校で1年先輩の田上秀則に大し隠し玉を成功させ、セパ両リ,リーグでの隠し玉成功という、 珍しい記録を作り、オリックスからも記念 T シャツが発売されることとなった。交流先週版から打撃の調子がやや落ちたことに加え、7月から一気が復調したのもあって、一時は控えに回った。しかし、8月後半からは再び打撃好調となり、定位置を再獲得し、9月1日に大引刑事が故障離脱してからは遊撃手として出場した。 9月5日の対ロッテ戦では9回裏に、ブライアン・シコースキーから、同ソロ、9月20日の対日本ハム戦では8回裏に、宮根久尾から決勝3段など3本塁打を放ち、自己最高の打率、297を記録した。自己最多の97試合に出場し、守備でも内野4ポジションをすべて守った。開幕一軍入りし、初打席となった、開幕第戦で、 田中正宏から代打タイムリーを放つと、そこから4打数連続安打を記録する校長の滑り出しを見せた。大引けの不振、故障離脱もあり、大引けが戦線離脱していた間は、遊撃手としてのスタメン出場機会も得たものの、自身もまた打率、186の打撃不振に陥ってしまった。開幕一軍入りし、月日の巨人戦では、 勝ちがなくなる寸前の10回表に、レビロメロから、決勝点となるショート教習の2点決勝的自打を放つと、翌23日の対戦でも9回表に、オッチ大介から、決勝欄を放ち、2日連続でヒーローインタビューを受けた。6月29日から、球団の公式携帯サイトで、2軍に落ちたら終わりの山崎浩二一日3回強の一言、のコーナーが始まった。 1>, 1軍と2軍の選手入れ替えの激しいチーム状況の中で唯一、控え内野手として1年間1軍に帯同し、内野人のレギュラーが比較的固定されたこともあって、出場機会こそ前より少ない48試合に止まったが、打率247に対して少ない打数ながらも得点圏打率は350を記録し、随所で存在感を示した。 もう一軍キャンプのメンバー入りを果たし、2月1日には、キャンプインに合わせて、球団の公式携帯サイトで、体に異変が起きたら終わりの山崎幸治教の一言、が始まった。T 岡田が故障で、戦線離脱、赤田翔吾が不審で二軍降格したこともあり、4月28日の対西部戦では、プロ入り初めて外野手として、右翼守備についた。しかし、 この年は35試合の出場で打率。189に止まり、7月13日に2年ぶりに2軍降格となり、その後は1軍に昇格することなくシーズンを終えた。2軍では31試合の出場で打率。318、13打点と打撃面では好成績を残した一方で、3類種として3失策、遊撃種として6失策と守備面で精彩を欠いた。 2012年11月6日に原拓也との交換トレードで埼玉西部ライオンズへ移籍することが球団から発表。背番号は原が着用していた号を引き継いだ。オリックス在籍時から通算で4年連続開幕1、軍入りを果たすと日本ハムとの開幕戦、3月29日、西部ドームに代走として移籍後初出場。しかし、 6月27日の対楽天戦で、アンドリュー・ジョーンズから、閉札崩しのスライディングを受け左足首を負傷した。一軍公式戦では、出場試合数、打席数とも前年を上回ったが、7月5日の出場選手登録抹消後は一軍復帰を果たせなかった。5年連続の開幕一軍入りを果たした。しかし、6月18日の対中日戦で、 左手甲を痛めたため、同月20日に登録を抹消。同月30日に手術を受けたが、一軍復帰に至らないまま、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。2014年11月11日に、東北楽天ゴールデンイーグルスとの契約に合意したことが、球団から発表。その直後から、周期キャンプに合流した。背番号は68。 オリックス時代から6年連続の開幕1軍入りを果たすと公式戦40試合に出場。しかし、打率141に打点にとどまった。9月28日に現役引退を発表。10月8日付で NPB から任意引退選手として公示された。2015年11月30日に大阪府東大阪市で開校した。 ブリスフィールド東大阪スポーツアカデミー内のベースボールスクールで内野手担当のコーチを務めている。松坂世代の一人で実績は比較的地味な存在だが社交的で交友関係が広く昭和55年会の立ち上げに大きく貢献している。オリックスでの第二期に隠し玉を成功させた際には高校の一年先輩である多神に対して すみませんと言いながらタッチしたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。